위대한조간지처그많이1回ね紹介することあるんですよ。위대한とは偉大なって조간지처그조간って何かというと、まあ조간지처って言ったらこれ総工の妻、ぬかみそとかほらそういう意味では総工の妻って言うじゃないですか。合ってますよね日本語、総工の妻って言いますよね、で総工の妻の漢字忘れましたけれども、これはね総工ってどう書くか忘れましたけど、総工の妻っていうののというかちこれって言い方を使ってるんですね。だからもう漢字語ですよね、漢字語、序盤に近づくドラマなんですよこれ。でそこに出てきたら、あ、これ面白いなと思ったのが、자식은부모의끈。父母って何ですか？父母。これ父母のってことですね。자식って何でしょうかな？자식ってのはこう書くんですよ、漢字は。子族とか子供のことですよ、自分の子供。まあ、これはちょっとあの、ね、悪口で使うという場合なんですけど、まあ、それはちょっとね、語るのやめましょう。はい、まあ、息子娘、言いますね、自分の子供っていう時に、ちょっと足っていうね。で、もう子供はの、なんて言うんですか、普通。え、首？え、聞こえなかったです。宝。まあ、あるいは子供いるから親は離婚できないとかでしょ。かすがいですよね。かすがいっていうのはどういうことかというと、よくあの建築するときのこの木材と木材のこの間、ほらこういう感じの釘ありますよね、両側釘になったやつ、ガタってこれ、あれはかすがいですよね。あれがある上に夫婦が離れないと。言い方なんですけど、これ何かといったら、くんというのは紐って言い方なんですよ。紐なんです。だから子供は父母の紐って。紐なんですよ。紐で、だから子供がいるがゆえに、その疑いが紐でつながっているって感じなんでしょうかね。かすがいじゃなくて。まあ、これ違うなと思ってね、日韓違いますよね。